金髪壁眼の白人女性肖像とは、特定の人間の外観を表現した絵画や写真、彫刻である。多くが、個人の識別に、有力な体の部位である顔が含まれる。それぞれ肖像が、肖像写真、肖像彫刻と呼ばれる。に、二性が求められる場合もあれば、理想化が求められる場合もある。芸術的な造形や、精神性を示すこともある。 ローマ帝国地下のエジプトの少年の葬儀用の肖像画肖像芸術は古代ローマの彫刻において繁栄した。当時肖像を作らせた人たちはへつらわないようにさえするほど写実的な肖像にするように要求した。4世紀頃から肖像は描写される人物の理想的な表彰とされるようになる。ヨーロッパでは個人の外見を写実的に表す肖像画ブルゴーニューと フランスで中世の終わりに復活した。王公でないような一般人の肖像の最も早い、例はエジプトのアルファユーム地方の葬儀の時の肖像である。これらの肖像はフレスコ画を除けば古代ローマ時代から残っている唯一の絵画であり、エジプトの乾燥した気候がために残ったものである。また写真がない時代は肖像がデビ化できた。有名なのは 中国名の皇帝、主元象のもので、温厚で炭性な肖像画と、陰謙で醜悪な肖像画の2種類が伝わっている。まただて正宗の肖像画も、意図的に石眼ではなく、描かれている。武田信玄や足利高氏には、代表的な肖像画があるが、それらは別人を描いたものであるという説がある。自分自身を描いた人物が、肖像画は、自画像である。 特徴的な自画像を描いた画家に、デューラー、レンブラント、ゴッホなどがいる。肖像写真、坂本龍馬像肖像写真は、世界中で人気のある営利的な産業となっている。家の中に掲げるための家族の肖像写真などを、写真館などで作ってもらう人もいる。写真術の幕開けの頃から、肖像写真は作られてきた。高価でない肖像を求められたことは、 19世紀中央の銀版写真の流行の大きな原因であった。写真スタジオは世界中の都市に広がり、1日に500枚以上も現像するスタジオすらあった。これら早期の業績は30秒の露光と関連した技術的な制限や当時の画家の美意識を反映している。撮られる主体は一般的は 無地の背景の前に座らされ、上からの窓や鏡から反射された柔らかい光を当てられていた。政治上、指導者の肖像が国家のシンボルとして用いられることとなる。ほとんどの国で国家元首の肖像が政府の重要な建物に掲げられることは共通の外交儀礼となっている。神の肖像として写真を用いる場合もある。新宗教の創始者、政治指導者、 王族など権力者を現人心として信仰する際、写真が用いられることがある。また、権力者ではないものの写真を神とする民間信仰の例として、仙台史郎がある。写真の場合は、普通よく再現しているが、修正は可能である。修正技術は年々進歩しており、よく見てもわからないレベルのものも多くなっている。ありがとうございます。